こんばんは、こばちゃんです。はい、先ほどですね、今日占いしたの、一人さん占いで、ちょっと反対になってますけど、何があっても大丈夫、天があなたを守っているから通りって、はい、何があっても大丈夫、天があなたを守っているから、何かあるとすぐもうダメだと思ってしまう人がいます。でもそう言いながら、もう何百点もうその人はもうダメだと乗り越えてきたんです。それはいつも天が守ってくれているからですよ。だから今度のことも大丈夫、次も大丈夫、その次も大丈夫、死ぬまで大丈夫だから安心してくださいねって言って、さあ、くまちゃんは7月1日からタロット占い、ほのぼのね、遠隔でもね、当たるっていうので何人かやるあのモニターさんでやらせてもらったんですけど、当たるそうです。え、今度はあのオラクルカード、さっき引いたのがこのカード、スピリットオブウォーター、お、これなんだろう、これネイティブスピリットというものなんですけど、なんか気になる、これは何書いてあるかな、ちょっと本読ませてもらいますよ。ちょっとこれを覚えられないので、ちょっと何だっけ、ピットオブウォーター、カードの意味は自分の直感を信じてください、あなたは正しい道自身を育む時間を取りましょう、内なる子供を自由にしてくださいですって、あ、自分だ自分の夢を信じましょう、感情を押さえつけないように、感情が伝えているメッセージを信頼してください、自分自身と我が家から汚れを取り除き浄化しましょう、ヒーリングが起ころうとしています、感情を癒すエネルギーがあなたの中で大きくなっています、ネイティブスピリットがあなたに知ってほしいこと、水のスピリットが感情的な豊かさをあなたの人生へともたらしています、ハートから対話をしてください、子供のような驚きの心を持ちましょう、このカードは浄化やヒーリングを表しています、それはあなたの個人的な空間や体をきれいにすることを思い出させ、自分の感情をそのまま受け入れるように促します、あなたの好まないような感情も含めて全てです、自分の第六感を信じてください、安全な海外からなでして人生の流れになりましょう、すべてはうまくいきますって、はい、以上です。今日もありがとうございました。それでは
とうございました。よろしければ